なこです。今日はキッチンの収納を紹介する動画です。はい、今日はですね、このキッチンのシンクとか作業台の上、この釣り戸棚の中の収納を紹介したいと思います。はい、今までねキッチンの収納をいろいろ紹介したことあるんですが、この家に引っ越してきてからはここの釣り戸棚の収納をね紹介したことなかったんで、ちょっとやっていきたいと思います。まあね、ここに引っ越してきてしばらくはこんな感じでごちゃごちゃだったんですけれども、まあね、いろいろ試行錯誤してやっとね、まあ、完成したかなという感じがしたので紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ここがね我が家のキッチンの釣り戸棚なんですけど、よいしょ、まずこここんな感じで開いて、こう開くような、はい、開くとこんな感じになってます。だいぶ引っ越しから1年、だいぶ試行錯誤して今こんな感じになってます。はい、まずね一番左側、ガス台のこのね換気扇の隣にある収納なんですけど、ここはこんな感じで、この棚をね少し低めにして、ここを取り出しやすいように低めに設置しました。で、一番取り出しやすいのがここの段なので、ここに、まあ、あのガス台付近で、まあ、あのお料理中に使うような調味料をここに少し置いてます。よいしょ、これはこんな感じの回転できるっていうね台なんですけど、これはキャンドゥで購入した回転の台です。で、こんな感じでねくるくる回して取れるので、すごいこれ便利。これはねラカントのストックと蒸し器が入ってます。ここ広げて使うとフライパンで蒸し物料理ができますよっていう蒸し器。で、この透明のボックスはねニトリで買ったこんな感じのボックスです。これはファイルボックスハーフサイズみたいなやつなんですけど、ちょうど奥行きがあってね、まあ、透明だからパッと見ね、手前には何が入ってるかっていうのが見やすい。で、奥はやっぱり見えづらいんで、奥に入っているものをここに書いた方が忘れづらいってことで、こんな感じで奥に入ってます。はい、で、そうそう、ここにかけてるのは、これはずっと前多分セリアで買ったキッチンペーパー置きをここにかけてるのと、これは布巾置きかな、これを、はい、こんな感じのセリアで買った布巾かけをこんな感じではめてって、で、ここに布巾だったり、こういうね、アルコール除菌スプレーをこうね、かけてるっていう感じです。これは水筒、これはもうね、釣り戸棚用のボックスなんですけど、これほんとすごい使いやすい。まあ、半透明だからなんとなくね中に何が入っているか見やすいし、しかもね大きさもちょうどよくてすごい見やすい。ここはたまにしか使わない水筒っていう感じ、まあ、予備とかたまにしか使わない水筒とかタンブラーが入ってて、こっちはお弁当箱、まあ、お弁当はね毎日、我が家はねお弁当はね毎日は作ってなくて、ほんとたまにしか作らないので使わないので、まあ、上の方に置いてます。で、お弁当の時使うねハンカチとかも一緒の場所にね置いておくと、使う時にねさっと取り出せて楽なので、こんな感じで置いてます。まあ一番上にも空間はあるんですけれども、一番上はねやっぱり高くて取り出しにくいので、あそこのもう空間は捨てたっていう感じ。まあ今後もしすっごい荷物が増えちゃったら、もう一つ板をね入れて上に何か設置してもいいけど、今のところはねそこまでしなくていいかなっていう感じなので、まあ、上の空間はちょっとね捨て空間っていう感じでやってます。はい、ここがギリギリ届く高さっていう感じ。次、この隣、え、ここにもね、これも100均、ダイスオーかセリアかでどっちかで買ったこういうステンレスのピンチで、こうね釣り戸棚にこうつけられるもの、ここにこうつけて、娘のねこういう離乳食用のあのお皿とかを洗ってここに干してます。まあ、これ布巾とかも干せるしねいいんですよね。一番端には食器洗いの時に使う給水マットのストックが置いてあって、でここが
おにぎりゆで卵って書いてありますけれども、まあレンジでね、レンジでゆで卵が作れる機械だったりとか、あとね、おにぎり、綺麗なおにぎりを2つ作れますよっていう機械だったりとか、これはみじん切り器。やっぱりこの段ってすごいね、取り出しやすいものなので、よく使うものをここに入れてます。で、ここの空間今空いちゃってるんですけど、普段はね、野菜の水気を切るザルがね、ここ置いてあります。今ちょっと冷蔵庫にねサラダ保存してるんで今ないんですけど、ここに野菜置いてて、扉はこういう風に開くので、真ん中にこういうボックスを置いちゃうと、片方開けただけじゃ引き出し引き出せないんで、両方開ける必要があるようになっちゃうので、なるべくねここの真ん中にはボックスを開かないようにして、空間をここで分けるようにすると、片方開けただけで物が取り出せるようになるので、両開きタイプはここの空間、一番真ん中の空間には何もね置かずに、ここから空間を仕切って使った方が、普段はね両方開けなくて楽っていうのがポイントはい。で、これタッパーショーって書いてあるんですが、よく使うタッパーが入ってます。はい、どっちもこれニトリで買って、でこっちがワイドタイプで、こっちがレギュラーサイズっていう感じですね。まあゆで卵器とかはレギュラーサイズの方じゃなくて、ワイドサイズの方がこっちはね入れるものがぴったりだったんで、まあ入れるものに合わせてこのね横幅を考えて買ってます。これも割とね、ここ何回もねどうやったら使いやすいかすごいね考えて作ったんですけど、ちょっと一回取り出しますと、はい、これはニトリで買ったブックエンドを使ってこう立てかけるような感じで収納してます。はい、おろし金、ね、大根おろしを作る機械、バットとかをこうね持ってます。まあ、ここに重ねるよりもやっぱこうやってね立てかけてた方が、使いたいものをねちょっと取り出しやすくていいんですよね。ブックエンドってまあ100均とかにもあるんですけれども、ニトリのこれはねやっぱり滑り止めとかもついててしっかりしてるので、ね、ニトリのやつでやっぱりしっかりしてて使いやすかったですね。はい、これはこんな感じでダイソーで買ったね、釣り戸棚用のワイヤーラック、釣り戸棚用のワイヤーラックです。これ2つどっちもダイソーなんですけど、すごいこれ使いやすい。これを設置するためにここの板はね少し上高くしてあります。ママ使う私の水筒だったりとか、あとこれもね、これもご飯を冷凍する用のタッパーだったり、これは最近使ってないんですけど娘のね離乳食とかを冷凍するように使ってた容器です。これはダイソーで買った積み重ねボックスに、最近あんま使ってないんですけどミルクの哺乳瓶だったり、こちらミルクの哺乳瓶系を入れてます。この上は今ねあの台に乗ってるから届くんですけど、普段は台に乗らないとこの上届かないんで、あんまりたまーにしか使わないものを上に置いてます。はい、クッキングペーパーのストックだったりとか、ここは白タッパーって書いてありますけれども、冷凍丸ごと弁当とかね、まあ、作り置きおかずとか作った時にだけ使うような、タッパーが入ってます。まあ、これはミキサーだったり泡立て器、ここがフードプロセッサーのいろんな部品がね入ってます。このペーパー、キッチンペーパーまとめ買いした時はもうちょっとここいっぱいあるんですけど、今はこんな感じです。で、最後こっち横一番右、食洗機の上に当たるような場所で、ここはあまり使いやすい場所でもないので、本当にこっちよりもたまにしか使わないものなんですけど、いろいろって書いてあるんですけど、本当にねいろんなものまあいろいろこういうロートだったりとか、今使ってないけどそのうち多分また使いたくなるっていうこういう容器、空き容器、まあ収納用品とかを入れてます。ここはほんといろいろ、キッチンってほんと細々したものがね
いろいろ出てくるんで、もうここはいろいろコーダーっていう感じの場所を作ってます。透明だから何が入ってるかちょっと見えてね、いいんですよね。でここはお菓子作りって書いてありますけれども、まあ、たまに使う、こういう型とかお菓子作りに使うものが入ってます。この上は本当に取り出しづらい場所なんで、一番ね使用頻度が低いものが入ってます。はい、夏にしか使わないかき氷器、あと重箱とか、一番上はパンを作る型だったりとか、もう本当に気が向かないと使わないようなものしか入ってないです。はい、はい、だいぶ試行錯誤して今こんな感じですね。まあ、そこの哺乳瓶とかはまあ使わなくなったので、まあ、そこもねなんかもっと違うものに入れ替えたりしてもいいかなっていう感じなんですけれども、まあ、そんな感じで、生活が変わるたびにね、よく使うものは使いやすい場所に置いて、まあ、あんまり使わないんだよなみたいなものは上の方に置くようにしてます。はい、ということで今回はキッチン収納を紹介する動画でした。もしね、何かの参考になれば嬉しいです。あとね、使ってるグッズ、楽天にあるものは楽天ルームにね、載せていたりもするんで、まあ今まであまり楽天ルームね、更新してなかったんですけど、最近ね、更新またしようかなって思って更新しだしたので、よかったら楽天ルームも見てみてください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。